どううもすすいいいまませんエププソンカップ出走バイトつにてて喋っこうと思いますちょっと最後まで里のアー,サーとアイスストームの2択で迷いました、まあ、ただアイスストームに関しては後で少しだけ割り引いて考えたことについては説明しますそれではまずはパパコースレース展開から考えていきますパパについては、まあ、土曜日は雨がなかなか 厳しいいを作っったななてううようなところで,で、まあ、だんだんとうちも荒れてきてた中でしたんで4コーナー前後ですねあの辺なんか特にうちの悪いところを嫌って少し真ん中どころに出すっていうようなそういったような形を先行馬たちがまず通ってで馬群全体が外に膨れるっていうようなそういったような展開が多かったかなっていうようなところですね。それで まあ東京コースで雨バ場でうちの方が荒れてっていうようなそういったような馬場での競馬はですね何百回と見てきましたですからある程度傾向としては分かっているのは4コーナー前後はちょっと外を回りすぎるとですね苦しい可能性が出てくるっていうところですねですからその4コーナーの手前とかですねもしくは直線ですねそこに関してはですね うちの悪いところを避けるこれはいい方向に向くことが多いんですがただ4コーナーを回るところだけはですねあんまり外回りすぎるよりかは一旦内に入るもしくはバグの中に突っ込むっていうような形その形の方が無難なことが多いですねもちろんレース展開によっては最初から外の馬場のいいとこを回った方が良かったりだとかもしくはまともに 内々でそこから粘り込むっていうのはそういったようなパターンもあるっちゃあるんですけれども4コーナーのところだけちょっとだけ気持ち56等分ぐらいまでのところを回ってそれで直線に入ってから真ん中どころ外に出すそのパターンがですね無難な忍びっていうことになることが多いですねただですね。 もし日曜日にだんだんとババが乾いてきたらこれまた本当に微妙なババになる可能性があってまあちょっとしたババの変化でですね傾向が変わってくる可能性があるんですよねこれに関してはですねジョッキーたちも多分苦しむ可能性があるのでババが変化するくらいだったら今のまんま言ってくれるかそれかもっと雨が降ってくれた方が読みやすいくらいかなというふうに思いますんでま中途半端に乾いたら本当に まあ、ジ,ョジョッキーが難しいんだからそのジョッキーがどう乗るかすらわからない僕らからしたらもう全然見当がつかなくなる可能性もありえますので、まあ、その辺ですねですから僕は今語るのは土曜日の傾向がある程度続くということでそ,それ前提でしゃべりますね。 マイネルハニー、アトミック・フォース、トーラス・ジェミニー、この辺かなというふうに思いますね。で、特に逃げそうだなというのは、サラキア、アトミック・フォース、トーラス・ジェミニー、この辺かなというふうに思いますね。サラキアは、まあ、おなじみで、まあ、最近逃げること少なくなったんですが、以前はよく逃げてたので、まあ、エプソムカップ、この条件で構想歴もありますし、 まあ、最近ちょっと切れる味がなくてパッとしないところがあったんでそういった意味で思い切って逃げる可能性あると思いますね。でアトミックフォースの武藤雅棋士はですね最近ちょっと逃げのコツをつかんだかな逃げのペースメイクのコツをつかんだかなっていうようなイメージがあって、まあ、新潟の方でも僕は高く評価したんですけれども逃げのペースメイクうまかったですね。ですから引き続きアトミックフォースで同じようなイメージで。 乗ってくる可能性ありますし他の条件戦とかでも元宮宮脇衆逃げること最近増えてきたなっていうようなイメージもありますねでトーラス・ジェミニーはちょっと力的に劣るので逃げないと厳しいかなっていうような感じがあるので外枠ですし思い切って大逃げとかする可能性もあるかなと思うんですが基本的にはアトミック・フォースとかこの辺が逃げた場合だとアトミック・フォースは結構力がありますし。 ババももしかしたら鬼のようにうまい可能性もなくはないタイプではあるんで、まあ決闘的にもワークフォースなので、そう考えたら、まあ、この辺が逃げた場合には引っ張ってくれる可能性があるかなっていうふうに思いますし、まあ、サラキアに関してはちょっとスローの逃げが多い印象ではあるタイプではあるんですけれども、まあ、それでも後半ですね、ラスト800ぐらいから引っ張っていきそうだなっていうような感じもあるので、そこで、 まあその後半引っ張っていきそうな逃げ馬がいるということでそのパターンだとですねやっぱりその中途半端に外を回らされたりだとかあとはあまりにもポジションが後ろすぎたら届かないっていうようなそういうような可能性もありえますんでもちろんレース展開はどうなるかわからないですしイメージと真逆の展開になる可能性もあるんですけれども。 僕は今回はとにかく逃げ馬がある程度後半引っ張っていってそれであ辺りからスッと抜け出すようなそういったような競馬ができる里の朝内枠でもありますし立ち回りやすいんじゃないかっていう方に可能性をかけてそっちにベットしたっていうような形ですねそれでは右の方から一投ずついきますソーグリッタリングソーグリッタリングは条件馬の時はちょっと地味で 瞬発力が足りないし足の使いどころも難しいっていうようなそういったようなイメージがあったんですけれどもガラッとだんだんと馬が変わって勢いがついてきてからっていうのはかなり良くなっててで去年のエプソムカップと関谷記念の時あの時がピークだったかなっていうふうに思いますねあの時勢いもありましたしあそこでちょっと優勝勝ちきれなかったっていうのがもったいなかったんですがまあ浜中騎手が乗っててちょっと。 チャンスをかかせなななったというようよころですね、まあ、去年のエプソムカップは他のレイエンダーとかがいい競馬したっていうのも、まあ、展開的に苦しかったっていうところも、まあ、スローの良い度に近いような競馬でもあったんで、まあ、ジョッキーがそんなに攻められるものでもなかったんですがまあでもそれで今年はどうかなんですけれども前走のメイステークスはレコードに近いような時計で。 近差の2着成績的にももいいんですけれどもただあの時っていうのは周りの馬たちが止まってくれててで、まあ、この馬のスピードと能力が生きるっていうようなそういったような総グリテリングに展開が向いた部分もありましたし、まあ、時計面に関しても、まあ、時計が早かったってだけでそこまで高く評価できるものでもないかなっていうふうには思っていて。 でまあ、今回はしかもババが真逆の渋ったババになってくるわけででそのメインステークスやあとはそうです、ね、調教なんか見てて気になるのは後半集中力が持続しないのかちょっとそのフットワークが乱れる傾向にあって、まあ、それがちょっと馬体面でバランスが崩れてる部分があるのか。 余計なところに力が入ったりととにかくフォームが安定しないようになってきていてとなるとどういう時に危うくなりがちかというと素足の持続性を求められるような時ですね例えば直線の入り口とか直線の速い段階で足を使わざるを得なくなった場合その場合にゴール前で甘くなる可能性があるかなっていうようなそういう不安があるんですよね。ででで、も前ののメイステイクステクみたいにですね、他の馬達が止まるような感じで 後半もワンペースにまとまとるような、スピード競馬に近いような形になってくれるとその辺総グリテリングの欠点が響かない可能性もあるので、まあ、うまく直線半ばぐらいまで我慢してスッと抜け出すみたいなそういったような競馬ができればっていうふうに思いますしとにかく総グリテリングのいいところはスピードとパワーとセンスっていうところなのでいいポジションからスッと手応えよく回ってきて抜け出すっていうようなそういうような理想的な競馬ができて 今回の馬場も比較的苦にしないタイプでもありますんでその辺が存分に生きて他の馬たちが苦しんで力を出せなければ可能性はあるかなっていうふうに思うんですが、まあ、ただやっぱりその素足の持続性というか後半の危うさというところが気になって、まあ、去年ほどの力はないので、まあ、前奏2着はあまり当てにしすぎない方がいいかなっていうふうには思いますね。里野ガーネット 里のガーネットは、まあ、とにかく基本的には後ろから追い込んでどこまではまるかっていうようなタイプででも自力で差し込めるほどの切れる足はないので基本ジリジリしか足を使えないっていうところでまあ他が止まってくれればっていうような感じなんですよね。でまあ内面の枠引きましたし、まあ、うまく4コーナーから直線の入り口バブン突っ込んで。 ワープできるワープみたいな感じの進路が取れた場合だとドハマりする可能性はなくはないんですが、まあ、ただ、まあ、渋った馬場がそんなにいいっていうタイプでもないですし、まあ、他が自滅してくれればっていうような程度で考えてますね。で前走あたりから少し気配の方も落ちてはいますので、まあ、調子は悪くはないと思うんですけれどもただ絶好調の時ほどの気配もないので。 ギベ,オンギベオンはサートルナーリアとかメンバーが揃ってた金庫賞で穴馬として狙いまして、まあ、結果としては前が詰まって不利があって足を余して馬券にならなかったっていうそういう不運があったんですがならばメンバーが落ちる次の新潟大賞典でも本命打つのが普通だと思うんですが僕はギベオンじゃなくて当選数理屋の方にしました。 理由としてはギベオンにやっぱり欠点があるんで急きの 2,000m であの感じのメンバーババでイメージしたのと新潟大商店の新潟外回りコースメンバーは弱くなってもギベオンの走りをイメージしたところではギベオンのちょっと欠点が出る可能性があるっていうようなそういったようなまあなんか。 説明ししづらいいんですがが乗り方がとにかく難しい足の使いどころが難しいっていうイメージなんですよね。で基本的にはなるべく極端な戦法を取った方がよくて中段よりも後ろから追い込むそういうような競馬の方が合うかなっていうふうに思うんですがただもともと先行したりポジションを取る競馬もできるんですよね。ただだその場合ととですねスムーズにに流れに乗ってスッと 抜け出すような競馬ができないとっていうのところで、新潟大賞典なんかは逃げ馬が結構後半突き放すような感じの競馬してましたんで、まあ、その逃げ馬が引っ張っていく展開の中で。すっとついてって。抜け出すほどの器用さがギベオンにはなかったんですよね。とにかく、そのギ,ギベオンの欠点不器用な感じが出る。 展開やポジション取りにハマった時、そういった時には力を出せないっていう、そういう難しさがあるのがギベオンなんですよね。それで調子についてはですね、着順が悪かった新潟大商店の時も良かったですし、今回も仕上がりとしては良い部類には入ると思いますね。で、まあ、基本ギベオンは平坦は得意なタイプだと思うんで、 新潟の外回りとか京都とかもいいとは思うんですがただ新潟の外回りっていうのは馬場によってはですねレース展開によっては結構紛れが生じやすいコースでもあって、まあ、変な展開になりやすいコースよりかは東京コースの方がまだ安定感は出る可能性はあるかなというふうに思いますし内目の枠を引いて戸崎騎手に安定強化をするということを考えると。 可能性ととととししててはは面白いいころはあると思いますねギベオンの構想の最低条件としてはまず足がたまるかどうかと4コーナーや直線の入り口そこの勝負どころでスムーズに加速ができるかっていうところなんですよね。で今回は、まあ、うちの方馬場が悪くなって4コーナー前後で馬群がばらける傾向にもありますんで、まあ、そうなったらギベオン スムーズに進路が取れる自分の競馬ができる可能性もあり得ますのでそれはいいかなっていうふうに思いますねただ、まあ、瞬発力はそこまで目立ってあるほどでもないですし、まあ、乗り方としてもですね不発自滅みたいなパターンも多いタイプではありますので信頼性としては高くはないので、まあ、本命打つほどではないんですが穴馬として抑えるには面白いっていうようなイメージですね里の朝 里のアーサーは2歳3歳の時から素質を高く評価されて期待されてたんですけれどもまあ僕も期待してた部分はあったんですけれどもとにかく大飛びで不器用で展開に左右されるっていうようなタイプで、まあ、時計勝負になりすぎたりあとは自力勝負になりすぎたりなんかすると。 足の溜め方が難しくなるっていうのはそういったようないろいろと欠点があってなかなか期待通りに来なかったあとは距離的にですね 2,000m 以上がそんなには合わなかったっていうところがあったのでまあここに来てやっとその里のアーサーの良さが出てきたっていうようなまあ今が一番いい時期に入ったかなっていうようなところですね。でまあ、そ,その辺に関してはやっぱり異形球者が だんだんと馬の完成度を高めてきたなっていうふうに思いますし以前のような不器用さがだいぶなくなってきてある程度いいポジションからでも競馬できるようになったりだとかあとは勝負どころでもスッとある程度反応できるようになって今でも里の朝は大飛びではあるんですけれどもでも無駄な動きが少なくなって。 10段階ギアがあるとすると8ぐらいなところで安定していいフットワークで走れるようになってきたんでその分力を安定して出せるようになってまあ勝負根性もある程度ありますししぶといところもありますしもう本当にいい馬になってきたなというふうに思いますね。ただそのびっくりするような化け方をしたとか大物感っていうことに関してはですねやっぱりそんなでもないなっていうようなところで。 ここのメンバーなら目立つんですけれども、例えば G1 とかになってくると、かなり相手に恵まれないと厳しくなってくるかなというふうに思いますね。まあ、マイルス戦線ぐらいだったら、もしかしたらチャンスなくはないかもしれないんですが、この里の朝は2年前のエプソンのカップを買ってますが、その時も良かったんですが、まあ、今年の方が安定感という意味ではあるかなというふうに思いますし、完成度の高い馬ということで、 立ち回りやすい内枠ということですし、まあ連騎手は乗るということを考えると人気もそんなに被ってないですし、魅力があるなっていうふうには感じてます。まあ、ただやっぱりその欠点が少なくなったからといってどういう展開でもっていうようなそういったことではないので、やっぱりどういった展開でも対応できるということになるともっと能力が一枚抜けてるとかそういうことでないと難しいので。 力差が拮抗している中で、その中で欠点が少なくて、乗りやすそうっていうようなイメージが湧いたっていうだけなので、佐藤沢さんにとって難しい展開になった時っていうのは、それはやっぱり崩れる可能性もあるということですね。ピースワンパラディピースワンパラディは勢いありますね。一番人気になりそうなんですけれども、ただ、このまま馬体見てて、 大物感が全然なくてですねよく走ってるなっていうようなそういう印象なんですよね。で、まあ、そういった中でも走ってる理由としてはジャングルポケットアクネスデジタルっていう比較的筋肉の質のいい、まあ、パワーもある程度ある血統かなっていうようなところもあるんですけれどもまあバばバが渋ってもこなしてきてますし。 まあなんだかんだ言って競馬に行って走る競馬に行っていいタイプなのかなっていうふうに思うんですがでも何度パドックでの馬体をチェックしてもですねまあやっぱりどっかで頭打ちが出てきたりだとかレース展開的に難しくなってくると対応できない可能性もあるかなっていうふうなイメージしか湧かなくてまあ今まで相手関係もあったり、まあ、ジョッキもうまく乗れてた部分もあったとは思うんで そう考えたら、まあ、他の馬たちが今回走った場合だと一番人気になるほどなのかなっていうふうには思いますね。でも外枠引いてたらですねもっと自信を持って消してたんですけれども内目の枠を引きましたし僕、まあの中から競馬できるタイプでもあるのでそう考えたらあんまり評価を落とせないなっていうところで3番手にはしたんですがでもそういった中で まただ僕はまだ半信半疑な部分があるので能力的にまうまくいかないとっていうようなイメージは付きまとっているのでそういった意味でギャンブルをするんだったら消してみるのもありかなっていうような評価にはなりましたね手広くだったら普通に買う馬ですね大和客人大和客人については何度も喋ってきたんですが、まあ、重症1つ2つは勝ってなきゃいけないんですが にに恵まれずに重傷を勝てなかった、まあ、もしくは横山紀弘騎手みたいないいジョッキが乗ってた時には馬場とかあとはいろんな不運が重なって勝てなかったっていうようなかわいそうな馬で、まあ、本来なら実力通りなら賞金面も1億2億もっと稼いでたかなっていうような馬ですね。でまあ、調子のいい時って 例えば2番手とか乗りやすいようなポジションから競馬できた場合だと誰か乗っても走る時があるので、まあ、それで結果が出てそれが逆にその後継続して内田打手みたいな手の合わない力が乗ってしまうっていうところがあってそれでまあ不運が重なってしまうようなところもありますね仕上がりに関してはですね筋甲あたりの時はちょっとスピード寄りになってたかなというような感じなので。 まあ本来一番いい時のダャグニーは足先が地面に吸い付くかのようなそういったようなメリハリの効いた歩き方ができた時が一番いいんですが、まあ、そういうような感じが今回追い切りには少し出てましたんで少し期待できるんじゃないかなっていうふうに思いますねでもこの馬はですねあんまり雨パパが良くないんですよね、まあ、多少ならこなすと思うんで、まあ、自力を考えたら期待できるんですがまあ基本 内田騎手はですね怪我する前ほど終える動かせるっていうような感じがなくなってきている中でそういう馬場が悪い中で動かしきれるのかっていうような、まあ、少し大場脚にも気難しいところもあるっちゃあるので、まあ、すんなりとしたポジションでばらける展開で乗りやすい誰が乗っても動くっていうようなそういうはまり方をしないとまた動かせないっていうような形で力を出せない可能性もあるかなというふうに思いますね。 まあ極端な戦法なら後ろから追い込む形でも競馬できるっちゃできるんですがただそういう競馬をするとなおさらそのジョッキーの手の合,う合わないというところが響きやすいタイプでもあるっちゃありますかねサラキアサラキアは旦那と馬のタイプが変わってきましたね3歳の時はですね息っぷりや反応が良くてですね一瞬の切れで抜け出すっという,いうような競馬があってたんですけれども 今はだんだんんとズブくなってきててきましてですからそんなには切れる足を使えないっていうようなあとは勝負どころですっと行ってくれないっていうような競馬も増えてきたかなというふうに思いますねただ逆に言えばそのずぶさが出てきた分ジリジリ,リとしぶとく長く足を使えるようにもなってますんでですからその逃げたりなんかした時にいい競馬ができるようになったのもそういった面が出てきたからかなというふうに思うところはありますね。 それで前走の福島牝馬ステークスの時は多分吉田隼人騎士はコメントからするとですねもう少し切れる足を使えるイメージで乗ってたのかなっていうようなところでまあ今のずぶくてじりじりとしか足が使えないところではまりきらなかった競馬でもあって出来の方は良かったですしで今回もですね追い切りを見た感じだと良さそうなんですがただちょっと分からないところがあって少しすっきりして キレが出たかもなっていうような感じがしないでもないんですが、まあ、もしかしたら調子が落ちている可能性もなくはない。ちょっと微妙な感じの状況なんですよね。ま販、あ、路でちょっと分かりづらいところがあるんで、横から動きが見えるような構想だったら判断つきやすいんですけれども。まあそ,その辺でちょっと出来に関してはどっちに転がるかわからないっていう風にはしておきたいんですが。ただまあ、元々その？ エプソムカップみたいなコースは合いますし枠もいいところを引きましたし、まあ、力的にはそんなには劣らないかなというふうに思いますんで、まあ、ちょっと協調点はないんですけれども他の馬たちが止まったりした中でうまく立ち回れたら全然化けになる可能性はある馬かなというふうに思いますね。マイネル・ファンロン論も以前はもう少し反応がよくて。 手応えよく回ってきてスッと抜け出すような競馬ができてたんですがだんだんとずぶさが出てきたのでそういった中でもうちょっといい状況を乗せれば変わるのになっていうようなそういったようなところはありますねで、まあ、今回も三浦康生騎手でそんなには動かせるっていうような終えるっていうようなタイプでもないので場合によっては動かせない可能性はあるんですけれどもまあでも 前目の方でばらけて後半ワンペース気味にっていうような形の中で馬場と展開を味方につければですねしぶといところがありますんで叩き合いになったらいいところがありますんでちょっとそのまともに瞬発力勝負になるとどうかなっていうようなタイプではあるんですけれども他が瞬発力を使えないような展開や馬場になった場合だとこのまのいいところ出る可能性あると思いますし前走も良かったんですけれども今回も。 調子良さそうなのでさすがに一番いい頃ほどの筋肉の質の良さはないかもしれないんですが今のマイネルファンロンとしては出来はいいのであんまりバカにはできない馬かなっていうふうに思いますね、まあ、どちらかというと右回りとか小回りの方がいいんですがただ、まあ、やっぱりなだれ込むような競馬ができれば今の東京ならなくはないかなっていうふうに思いますねエメラルファイトエメラルファイトは 好不調の波は多少あったんですが、まあ、とにかくまあ石川騎手が力を引き出せてないっていうようなそういったような形でもっと馬は走る馬だったんですよね。で前走あたりから馬体良くなってきてますし今回も追い切りを見た感じだと出来の方良さそうなのでもともと力はある馬の中で結果を残せてないだけだったのでそう考えたらうまく 4コーナーから直線の入り口の進路取りがはまった場合だと可能性ととしてはあると思いますね。この馬はですね、まあ、足をためにためてっていうような形の直線勝負だったらある程度長く足は使えるとは思うんですが、まあ、一瞬で加速させようとするとやっぱり使える足が短くなる傾向にありますしかといって切れる足もそんなにはあるわけではないのでじりじりとしか伸びないかなっていうようなところがあるんで。 どうしても展開とかあとは他の馬たちが自滅するとかいろいろとかみ合わないと馬券までは難しいかなと思うんですがまあでも例えばここで一流ジョッキが乗った場合だと普通にもうちょっと印を上げるぐらいな力はありますんで 1800m 東京コースも悪くないので、まあ、他の馬たちが崩れてくれればっていうような感じはありますね。マイネル派に マイネルハニーも高齢馬なんですけれどもまあでも前奏たり馬体悪くはなかったんですよねあの着順悪かったんですけれどもでも筋肉の感じとか馬の形は悪くはなかったので今回は多分前奏以上かもなっていうような気配がありますんでそうなってきたらあんまり馬鹿にはできない馬だと思いますね。もはこの辺ののの辺メンバーでで上位の力がああった馬なのでまあ 年齢的に気持ちも切れてる可能性もありえますんでその辺力を出せるかは分からないんですが、まあ、でも前目でばらける展開しかも逃げ馬どれかが引っ張ってくれて2番手3番手あたりからスッと抜け出すような競馬だと、まあ、本当楽できた場合だと子のもも馬鹿にはできないので手広くだったら抑えたいぐらいの馬かなっていうふうに思いますね。アトミックフォース。 アトミックフォースの前奏の新潟大商店に関しては逃げのペースメイクがうまかった、まあ、後半も早めっていうような大胆な起業ができて新潟の外回りとしてはですね最高の起業ができたんじゃないかなっていうふうには言ってましたで、まあ、武藤宮部騎手はその辺から逃げをよくやるようになって、まあ、今ちょっと逃げのコツをつかんできて逃げたりする競馬とか早め戦闘みたいな競馬が楽しいんじゃないかなっていうような。 というよういよな競馬が条件戦でも見られます。でそういった中で、まあ、やっぱり新潟外回りと東京コースっていうのは違いますんで、まあ、同じような感覚であんまりその大胆な起業をしすぎるとですね甘くなる可能性もありえますしあとはその。 やっぱり若いジョッキーでですね、キャリアが浅いところがあって、東京コースのこのうちの方が荒れてきた中でパパが渋ってっていう中で、4コーナーから直線の入り口、そこでうまく立ち回れるかっていうようなところなんですよね。やっぱりその寸分の狂いのないようなですね、進路取りや仕掛けができればいいんですが、 真ん中どころ外に出すっていうことはですね、その分ロスがあるわけですよね。ですからその分を計算して、少し早めに仕掛けなきゃいけない。しかも早めに仕掛けすぎると良くないっていうところもありますんで、まあ、今回も武藤宮引きうまく乗る可能性はあるんですけれども、ギャンブル性の高さはあるかなっていうふうに思いますね。やっぱり安定感という意味では期待はできないので、でもですね、 前新潟大商店で2着した時はそんなには出来が良いようには見えなかったんですよね。で今回追い切りを見た感じだと前奏以上の仕上がりに見えますしさらにワークフォース3区はですねヨーロッパの芝の決闘でで、まあ、結構桃パパの鬼みたいな走りをするような馬がいますし、まあ、このアトミックフォースもフォームや馬体からして。 大掛けがあありりるタイプででもありますんでそこが怖いのとこの馬武藤厩舎の馬で要するに武藤雅騎手のお父さんの厩舎の馬なんでそういった意味では変に硬くならずに思い切り乗れるっていう強みもありますんでその辺が余る可能性もあるとは思いますね、まあ、たださっきも言った通り打ち目が悪い中で馬場が渋ったそういったような東京コースになってくると。 逃げでも先行のパターンでもですねその辺を逆算しながらですね背面仕掛けたりだとか微調整していかなきゃいけないのでその辺まだ若いジョッキーなのでうまくいくかどうかっていうようなそういったような不安があるんでギャンブル性の高さから少し割り引いて考えたっていうところではありますねまあただ全然勝ってもおかしくない馬だと思いますねシャドウディーバーシャドウディーバーはですね まあ一時期良かったんですけれどもここ12戦ぐらいはですね少し調子を崩したかなっていうふうに思いますね、まあ、少し硬くなってバネが落ちたようなところがあって瞬発力が落ちてったんですけれどもただ今回は少し柔らかみは戻ってきたかなっていうような感じがある反面ちょっとそのなんかふわふわするようなところがあるんでその辺で集中力が続くかとかいろいろと不安はあるのでまあ 気配は少しずつ上がってきてはいるんですけれども、まあでも買い時っていうほどでもないかなっていうふうには感じてますね。ただ、この馬ですね。意外とアメババこなす時が多いので、そういった意味で、まあ、うまく馬群の中から突っ込んで走る気が出た場合だと、他の馬たちが自滅した場合だと、突っ込んできてもおかしくないかなというふうに思いますし。まあ、条件としても千八前後ぐらいがベストの馬でもありますんで。 ミルコデ・ムロキシューは安定感はないんですがただ直線向くまでまともな競馬をした時には直線を追うだけならある程度追えるジョッキーではありますんで全くの無視は危険かなっていうふうに思ってますねアイスストームアイスストームはですねまあ一時期小倉とかあの辺で勢いがあった時はあったと思うんですがまあその後、まあなんか 噛み合わないといとうかレース展開的にもレースの質が合わなかったりだとかあとはそうですね調子を崩したりだとかそういったような時期もあったかなとは思うんですがここにきてまた馬が良くなってますねであの前走メイステークス打ちつきをしたんですけれどもまあその打ちつきがただはまったという感じでもなくて。 まあ馬場的にもなかなか簡単には追い込めないような馬場でもありましたんでしかもレコード決着に近いような時計の中でしっかりと走って力強さ自力の高さを表明したかなというような競馬でもあるんですよねですから決してフロックではないのにちょっとここは人気なさすぎかなっていうふうに思いますし馬場に関しても渋ってた方がもしかしたら歓迎の可能性もあるタイプかなっていうぐらいなので。 いいんでですすがちょっと今回はですね一つ気になることがありましてそれは前走は間隔を空けての一戦だったんでそんなにびっしりはやってなかったと思うんですよねでも今回は重症なのでびっしりやってる可能性があってそれが逆にその足に頼りすぎるようなそういったようなバランスの崩れた馬体とかフットワークになってる可能性もなくはないタイプなのでそこが気になるんですよね。ですから パドックでバランスよく見えた場合だと期待は高まるんですけれども、まあ、現状ではそ,そ,その辺が少し不安なのであとはそうですね里の朝と比べてポジション的には後ろから行かなきゃいけない馬なのでそこで前が止まらない展開とかになってしまうと苦しい可能性もありうるかなというふうに思いますね、まあ、ただその先行馬が残ったとしても全部が3頭ともが先行馬で決まるとは限らないので。 1>, 1頭ぐらい差し込める可能性もありえますんでそうなってくるとこの人気のなさからいくと魅力はあるかなというふうに思いますし武豊騎手はこういううちがあれできて馬場が渋ってっていう東京コースその立ち回りではうまさが光ってきたジョッキーではありますんで一番その立ち回り方を知ってるジョッキーでもあるのでうまく足をためて群の中突っ込んでっていうような形の競馬でいい競馬ができる可能性あると思いますし。 馬群も問題ないタイプなのでそういった意味では,やっぱり魅力はあるなとはそれと最近は左回りとか東京で安定していてあのー、3走前ですかね白富士ステークスその時5着だったんですがあの時はですねなんでか武豊騎手が内の方に突っ込んでいきましてで前が詰まってブレーキかけて立て直すような競馬でだいぶ不利があったんですよね。 ですからあのレースなんかも着順は5着なんですがスムーズにいっていれば勝ち負けできてたっていうところがありますんでそういった意味で成績的な意味でもある程度安定してるっていうふうに捉えてもいいと思いますね。インビジブルレイズインビジブルレイズはですねちょっと主者取り捨てが難しいところがあって馬だけで言うとですね少し。 劣りますしあとちょっと不器用なところがあって、ま、ず,ずぶいようなところもあるんで波のジョッキーが乗ってたらもう全然消せる馬なんですけれども田辺機種が乗るんでちょっとと難しいところになってきますねであの,この馬ですね追い切りなんか見てても後ろの左右の足が揃っちゃうような感じになったりだとかまあああいうようなタイプっていうのは多少勝負どころで小足が使えなかったりだとか。 不器用なところがあるんですが、まあ、でも4コーナーから直線の入り口そこでばらける可能性があるんですよね。となると一旦その直線向くまでですね足をためにためて直線勝負っていうような形だとばらけたところからスムーズに加速できる可能性もありえますんで、まあ、そうなってくると田辺騎手だと少し怖いところがあるかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ 逃げ馬が引っ張ってですねなかなか前が止まらないとかそういうような展開になると、まあ、こういう不器用なタイプっていうのは対応できない可能性もあるのでまあはまらないとっていうような感じはありますね。ゴーフォザサミットゴーフォザサミットはですねずっと調子崩しててそれでまあ34走前ぐらいですかねその辺の時にですね調子戻ってきたんですけれども、まあ、その時にちょっと結果を出し切れなかったなっていうような。 もったたいいいいななな競馬が続とうころで,でそうしてるうちにまた調子を崩してきたなっていうようなまたバネが落ちてフットワークが硬くなってるかなっていうようなところではありますね、まあ、ただ馬場が渋ってますし他が止まってくれればなくはないかなっていうふうに思いますんでまあ基本的には厳しいかなっていうような評価ではあるんですがっていうところですね。アンドラステ アンドラースではちょっとこの馬は上がり馬というところで、まあ、少し楽しみな部分はあるんですけれども、まあ、でも新潟の外回りで強い競馬をしたからといって東京コースで同じような競馬ができるかというとやっぱりコース形態がだいぶん違うところはありますんで同じ左回りでも全然違うコースっていうふうに捉えていいと思いますね。ただでもでもすね、単純に、 馬に勢いがありますし前走も中段の外をを回ってまともに追い込むような競馬をしたんですよねですから手応え的にも能力的にも余裕があったからできたゲートでもありますんでまあそうなってくるとここもうまく足がたまって直線勝負ということになると多分パパもそんなに苦にしないタイプだとは思うので一発あってもおかしくはないかなとは思うんですがまあでも岩田未来騎手はそのローカルの 周りのジョッキーたちのレベルも低い中だったりなんかするとローカルでは結果残してきたんですけれどもやっぱり中央場所になって他のジョッキーたちのレベルが上がったりだとかあとは特に重症とかになると慌てたような気乗とかなんかやっぱり重症では結果を全然残せてないっていうところもありますんで、まあ、今は本当に過保,過保護に。 近いような形でチャンスを与えてもらって成長を促してもらっているっていう段階なのでやっぱり他のジョッキーたちと比べるとですね見劣りする部分もありますしさっきアトミックフォーズ武藤雅騎手のところで喋ったようにキャリアの浅いジョッキがですねうちの方が荒れてきてパパが渋ってっていう中でですねうまく4コーナーから直線の入り口安定して立ち回れるかっていうところで。 そこの不安もああるっちゃありますね、まあ、ただ岩田未来騎手はですね、まあ、お父さんの岩田康成騎手がですねやたらと馬群突っ込んだり打ちつきしたりっていうそういったようなところがあったっていうのも影響しているのか、まあ、結構馬群にどんどん突っ込んでいったりだとかそういったようなところは似てるというか、まあ、お父さんの真似してるところもあるとは思うんですがそういうようなところがはまってもおかしくはないじゃないので。 まあるっちゃありますね、まあ、ただ逆に言えば基本的にはそういうことは若,若い時はやんない方がいいので特に重症とか大舞台ではなるべく広いところに出してあげるっていうそういったことはしてほしいんでまあそれもリスクでもあるっちゃありますね。で馬に関してはですね僕は結構雰囲気はいいと思ってますし。 オルフェーブルの3区ということを考えると、まあ、通用してもおかしくない場体ではあるかなっていうふうには思うんですがただやっぱり普通に考えて安定感というか信頼性という意味では他のマジチの方が上かなっていうふうに思いますね一発はあり得る馬だと思いますねレイエンダーレイエンダーはですね、まあ、レイデオロの弟ということで過大評価されてた時もあったんですが、まあ、でも 重症でも成績を残しているように調子のいい時っていうのはあとは自分の競馬ができた時っていうのはいいところがあって G3 ぐらいだったらっていうのはありますよね。でただまあやっぱり基本的にはですね足を溜めて直線勝負っていうような形がうまくいくかっていうようなところであまりにもコーナーから厳しい競馬になったりだとかあとは。 ほその,他の馬たちもいい足を使うような展開になってくるとそこまで目立った足もないということですねですから、まあ、この0円台に関しては基本的にはそのレース展開やあとは相手関係が楽ではない時そういった時にそれを跳ね返すだけの自力がないということですね富士ステークスの時に僕は狙ったのはマスミオン騎手がいいタイミングで乗ってて まあ相手関係とかいろいろイメージしたらハマりそうな調子も良かったっていうところもあったんで狙いましたが今回はルメール騎手はすごくいいにしても最高のジョッキーにしてもただタイミング的にその他の馬たちとの力関係だとかあとはその逃げ馬が引っ張って逃げ馬が後続を苦しめるような展開になってくるとレ霊園だみたいなタイプは素足が不発っていうような可能性もあり得るタイプなので。 まあ足のため方が難しいタイプでもあるのが0円打なのでまあいろいろと考えるとそんなには魅力はないかなっていうふうに思いますね。ただ前走も仕上がり良かったんですけれども、まあ、今回はそれ以上の可能性がありますし何よりルメール騎手が乗るということを考えると、まあ、普通はそう簡単には消せないかなっていうところはあるんで、まあ、そういった意味で斜めの点線っていうふうにですね まあ、なかなか簡単には消しきれないというような本当の本当の大ギャンブルなら消してみるのもありというような形ではあるんですが、まあ、でも人気面考えても、まあ、来てもそんなにはというようなところもありますんで、まあ、手を伸ばす必要も感じないというようなところはありますね。トーラスジェミニートーラス・ジェミニは、まあ、ここはちょっと相手が強いのとあとはこの馬自体がですね ちょっと控えたら味がないというか不器用だったりだとか能力的に劣る部分が出やすいところがあるんで、まあ、逃げて大逃げみたいなことができればですね少しは期待できると思うんですがちょっと他の馬たちも生きたそうな馬もいるんで逃げれたとしてもマークも甘くはならないかなっていうふうに思いますんでそうなってくると厳しいイメージしか出ないかなっていうふうに思いますね。 最後に僕の馬券の買い方についてなんですが本命馬の副賞を買うっていうような固定なんで里の朝ーーの副賞を買いますで里の朝ーーは2番人気になりそうなんですけれどもでも副賞は2倍以上今のところはオッツがついてますんでそう考えたら基本副賞勝負でも全然いけるオッツかなっていうふうに思いますねで、まあ、相手に関してはですね手広くいけば 当たりやすくはなるんでしょうけれども別に当てに行く必要もないかなっていうようなところでは、まあ、僕は別に普段から当てにはいってないのでそう考えたら解体いい馬を選ぶとしたらアイスストームギベオンこの辺は抑えたくて、まあ、ギベオンはまあそんなには厚くはいかないんですけどもギベオンは抑え程度でいいと思うんですけれどもアイスストームは少し魅力がありますんでほぼ 里のアーサトノアサとアイスストームのワイドとウマレーンは1点ずつ集めっていうような形でいこうかなっていうふうに思いますね。で、キビオンはだいぶ抑え気味にウマレンとワイドっていうようなところで、で、まあ、ワイドを抑えておけば他の馬たちが来てもっていうような形にはなりますんで、そういう絞り方ですね。まあ、ただ基本的には里アーサトノアサの副賞8割ぐらいは買って集めていきたいかなっていうふうに思います。まあ、もちろん このレースに限らず当てに行く買い方となったらまた違いますし、まあ、回収率とか考えずにただ当てりゃいいっていうことになると、まあ、全然まだ当て方っていうのはあるので、まあ、僕は予想嫌で,ではないのでそういう風にしてなくて例えば競馬新聞の本紙とかあとは当てに行く予想屋としてメールマガジンとかやってたら全然違いますし、まあ、と,とにかく僕は別にそこは僕の仕事ではないと思ってるんで。 馬券を当てる予想をするということに関しては皆さんの仕事なので皆さんそれぞれのやり方でやってもらえればというふうに思いますね、まあ、最近のレースも比較的精度が高い形で馬の見極めとかうまくいってる部類なのでそういった中で上手な人がうまく自分の飼い方で取ってもらえればなというふうに思いますね以上です失礼します